で、ちなみに僕は今シンガポールにいて、近くで子供がご飯を食べてるからちょこちょこ子供の叫び声とか聞こえたり、後で解放されるからまたここに急に登場するかもしれないので、一応それをあらかじめ伝えておこうかなと思ってて、でこの Reimagining Activism っていうのはまあ、社会変革のシンクタンク、ヨーロッパベースの社会変革のシンクタンクがいろいろ、まあ、いろんな社会運動とか自分たちの経験とかをベースに、今人類が直面している、まあ、巨大な問題、ずっともう多分何十年も解決できてない、例えば気候変動とか経済の格差とか、まあ、うちらがよくニュースで聞くようなテロから極右翼の今流行りとか、なんかそういうような課題を研究しながら、なんでこれを変えられないのかっていうのをいろいろ分析して、で、その分析結果をまとめた100ページぐらいのドキュメントをネット上で公開してるのね。で毎回言ってるんだけど、一つはやっぱりこれはすごくそのヨーロッパの世界観ベースだから、なんかそれも意識する必要があると思うね。なんかやっぱりどの世界観から何が提案されてるのかっていうのをしっかり理解すると、そこから生まれてる、なんていうのかな、その問題の捉え方とか、その時代の流行りの、なんていうのかな、その世界観から生まれた解決策とかっていう、なんかそこまで理解しないと、やっぱりなんかただなんかこれがベストだって思ってやっちゃうと、見えてない大きなずれた前提とかも含まれてるかもしれないし、そもそも日本の文脈に適応してない要素もあるかもしれないから、一応それも意識しながらこれをシェアしたいなっていうのと、もう一つはなんかシェアする中で僕の世界観のフィルターで全部みんなにシェアしてるから、厳密な翻訳でもないし、いろいろ僕の理解とか経験とかも交えてシェアしてるので、なんかそれもなんか一応みんなに意識してもらえたらなと思う。でもこれは結構自分の活動してきた中ですごく分かりやすい捉え方、いろんな課題、例えばね、燃え尽き症候群のなんていうのかな、この、まあ、活動とか、活動だけじゃなくて経済活動、なんかそもそも仕事もやっぱりどんどんなんかみんなが燃え尽きてしまう傾向があって、でも社会運動とか活動とかしてるとやっぱりなんかいつも緊急事態が起きていて、でその火を消そうとしてるのにさらにでかい火事が始まっててみたいな感じで、なんかもうニュースも見てても毎日なんか新しいもう巨大な問題が始まってるみたいな、だからそれもなんか一つの現象だよねっていうので、なんかそういうようないろんなうちらが直面している現象を結構まとめてくれてて、で最初の前半はいろんな問題を特にアクティビスト、活動家の文化の中で直面しているいろんな問題をまとめてあって、で今日から話す部分は第2章で、じゃあそれをどう変えていくのかっていうので、第2章はそのどっちかっていうと解決策ベースで、一つのモデルを提案しているので、それを今日深めていけたらなと思う。でその前にちょっとだけなんか自分がいろいろ今どういう視点で物事を見てるかもシェアしたいんだけど、年末は毎年タイ王国のプランビレッジっていうマインドフルネスを実践する僧院にで過ごしてるんだけど、やっぱりなんかもともとベトナム戦争中に社会活動をしていた若い前僧が始めたまあ、コミュニティとムーブメント
なのね、プランビレッジっていうのは。で、まあ、あのそのティクナットハンっていうあの前奏なんだけど、でそれはやっぱりなんていうか、状況としては共産主義軍が来たから、あのどんどんみんなを共産主義者になってもらって、で戦争にで戦ってもらうみたいな。で南からは今度米軍が来て、でどんどんなんか村人をあの殺したり、またはあの米軍のあのと共に連携して共産主義軍をあの制圧するみたいな感じで、でやっぱりなんか両方ともどっちかに入らないと敵だっていう感じで、まあ本当に全然なんていうのかな、その政治にも関わったことのない村人たちが巻き込まれていって、ですごい大変な目に遭うんだけど、その中で、まあ、多くの仏教徒はあの何にもなんていうか、まあ、中立的な立場を取ろうとするんだけど、結局はあのどっちかに属さないとダメっていうので、あの、まあ、自分たちが一番多分あの近い方のチームに入っていくんだよね。またはあの寺院に閉じこもって、もう一切なんていうのかな、そのあまりその社会で起きている問題には関わらなくて自分たちを守るみたいな。でもそのティクナットハンがやったのは、なんかやっぱりその内なる平和と外の平和っていうのは密接につながってるから、なんかそんな寺にこもってたら意味がないっていうので、なんか外に出てあの学校を建て直したり病院を建て直したりして、でその両国の軍隊になんかこっちに入らないとお前らは敵だって言われても、絶対にあのそこは曲げない、曲げた瞬間にもうあり方でもうずれちゃうから。で彼の仲間20代 の, あのお坊さんの仲間は消されたり殺されたりもするんだけど、彼はあのずっと平和の道を歩み続けて、で最終的に共産主義軍が勝って、あのベトナムが共産主義国になった時に、まあ、彼はあの結構あの命 の, あの身の安全が危なくなったから、フランスに亡命して、フランスであの平和活動を始めて、まあ、プランビレッジというコミュニティができて、マインドフルネスっていうのを世界中に広めていって、であのまあ、そのお寺の一つがタイ王国にあるのね。でなんかまあ社会運動とか一般社会の生活をしていると、なんかやっぱり常にいろんな課題があって、そのそれを解決しないと未来がやばいみたいな、そのリズムに入りやすい。でこのプランビレッジにいる間に感じる、あのすごくなんていうのかな、僕にとって大事なものっていうのは、ものすごく余裕があるんだよね。もう朝の4時半から夜の9時10時あたりまで、もう今ここに生きることを心がけて、それ以外あんまり意識をしない。だから常に今ここを生きるっていうことをやっていて、なんかそこから生まれる膨大な余裕っていうのをなんかいつも体感して、なんかすごいそれが不思議なんだよね。なんていうか、そんなになんかね、一日歩いてご飯食べてトイレ掃除とかして、なんていうか日々の生活と同じようなことをやってるんだけど、でもなんかすごい余裕を感じるよね。だからなんかやっぱりそのいかに余裕を、心の中と生活の中に余裕を作るかっていうのがあの大切かっていうのをなんかいつも痛感するんだけど、なんか日本に戻った瞬間になんかそれが吹っ飛んで、なんか年末を楽しみにするみたいな。でもやっぱりなんか今のうちらが人類として直面している問題は、この100ページの中にも書いてあるんだけど、やっぱりその加速化、全てが加速しているっていう。だからテクノロジーでやっぱりうちらができる仕事量っていうのは、もうね、10年前とか20年前と比べ物にならないぐらい、うちらはいろんなことができて、いろんな人とつながれて、どんどんアウトプットができるのに一向に余裕が増えないっていう不思議なあの状態に陥っている。だからそれは一つすごく大事なテーマだなと思って、いかにその余裕をもうちょっと軸にしていく。でなんでそれが大事かって思うかというと、まあいろいろあるんだけど、一つはやっぱり平和な状態になりやすいの、心が。でやっぱり焦ったり怒りとか
憎しみとかなんかイライラとかさ、いろいろそういうのが出る一つの要因はやっぱりうちは余裕がない。で余裕がないからもっと何かしないとってなって、もっと余裕を減らしてなんか社会を良くしようとしてもやっぱりなりにくいんだよね。うちはそもそものエネルギーがもうやっぱりあのなんていうのかな、土壌がないような場所から出そうとしてるから、だからやっぱりその本当になんていうかな、その Peace starts within ってよく言うんだけど、その平和は内側から始まる。でそれは外側は関係ないわけじゃなくて、やっぱり外も内側もつながってるんだけど、やっぱり自分の中に平和がないとなかなか平和の種を植えることができない。だから平和活動しながら怒りとかあの分裂の種を植えてしまう。俺もなんかやっぱり活動しててよくそれに陥る気がするんだけど、だからまあそれが一つと、あとね、十何カ国から450人の人が1、2週間その結構英語でラスティックって言うんだけど、あんまり整われていない環境で生活のね、なんか一部屋、16人ぐらいが本当に薄いマットレスで寝て、もういびきのなんていうのかな、オーケストラの中でなんか寝ようとするんだけど、なんかそのね、うちらのさメディアとか社会の中ではなんかもう中国と日本が戦ってたり、韓国と日本が戦ってたり、アメリカと中国が戦ってたり、なんていうか常になんかもう国同士ですごい争い事がいつも起きていて、でなんかついついうちらも流されてさ、あやっぱり中国はとかってなんかそういう気持ちになりやすいんだけど、でもここで体感したのはその450人言葉も通じ合わない人たちで、結構価値観とか世界観も結構違ったり、ね、瞑想ずっとやってる人もいれば、ま、初めてマインドフルネスを聞いてたまたま来ちゃったっていう人もいたりして、でも共に1週間暮らして、やっぱりあそこで感じたのはこれが世界平和だっていう、なんか全部がうまくいってる感じなわけでもないんだけど、なんかねすごく平和ですごく調和のある感じだったのね。初対面の人たちが450人いろんな国から来て生活できている。だから僕にとってなんかこれが結構リアルな、なんていうのかな、その世界平和の英語で言うとマイクロカーズムって言うんだけど、やっぱりなんかその世界平和って言うとでかすぎる感じもするんだけど、やっぱり本当に小さな単位でそういうものがいろんなところで実際実現されている。だから僕は今それが結構なんかリアルな実感として、ああなんか本当にこうやって余裕を作りながら今ここを大事にして、なんか明確な意図を持ちながら暮らすと本当に平和な世界がその瞬間に生まれるんだっていうのをちょっと実感して、今そこに結構エネルギーをもらってここにいる感じ。だから本当にその意識っていうことの大切さ、自分の心の状態の大切さっていうのと、あとやっぱりなんかその時間の捉え方っていうのもすごく大事なトピックだと思っていて、で西、まあ、どちらかっていうと西洋的な考えだと思うんだけど、やっぱりなんか本当に生まれた時から死ぬ時が一番大事みたいな、でそこでどれだけアウトプットができるか、それだけどれだけ成果を出せるか、だから世界平和とか気候変動ももう自分の生きてる間に解決しないとみたいな、すごい焦りがある。でもやっぱりなんていうのかな、こういう物事ってすぐに変えられるわけではないし、本当に未来に何が起きるか実は分からない。なんかいつもなんか今が一番やばいみたいなさ、この2020年までにこれをしないともう終わりだみたいな、そういうなんていうかストーリーがすごく流行っていて、でなんかそういうストーリーっていうのも道具だから、それが本当にみんなを養ってよりポジティブなアクションにつながってるのか、もっと不安と焦りと恐れを煽っているのかっていうのを見極める必要はすごくあると思うね。
でやっぱり不安と焦りと恐れから動いてしまうとあんまりいい結果が出ない。で自分もすごいストレスが増えちゃって、でもみんな結構ストレス溜まってるかななんかそこにさらにストレスを足していくことがあまり僕にはなんていうか意味がある活動だと思わないんだよね。でも特に社会運動の中ではやっぱり結構恐れとか焦りベースでモチベーションを上げようとするあの風習があって、でまあ、 あの広告代理店も結構そういうことをやる、なんか今買わないとみたいなさ、そういう感じで政治もそうだよね。なんかだからなんか常になんていうのか、その時間がない、なんかやばいみたいな、それがすごく大きなナラティブ、あのお話になってしまっていて、それが実は本当に平和とか幸せとかあの健全な社会に貢献していないかもしれないっていうのをなんかもっとみんなで意識しながら、あの深刻な問題は深刻な問題として捉えながら、でもその深刻な問題を効果的に解決するためにはもしかしたら焦りっていうのはあまりいいエネルギーではないっていうことを僕は最近すごくあの感じているので、すごく難しいんだよね。このやっぱり本当にね、人が死んだりあのいろんな問題があの起きるっていうのを目の当たりにしてるとなんか焦りたくなるし、なんかもっとみんな頑張ろうよみたいな感じで、なんかあのまあ強く誘いたい、なんか解決のムーブメントに。でもあのもう一方ではやっぱり結局あり方で物事を見ていくと、そのあり方で本当に解決できるかは僕には今あんまりなんていうのかな、その証拠が見えてないっていうか、焦りとか恐れでいい結果が本当に出ているムーブメントはあんまり見たことがない。長期的に見ると短期的な結果はすごく出るけど、だからそれがなんかまあ、 あの今ちょっと結構自分の中でホットなトピックで考えている要素で、もう一つが、新年に、ブログとメーリングリストに流したメッセージの中で、テクノロジーの、ことについていろいろ書いてみたんだけど、で見てない人はぜひ見てほしいんだけど、そのやっぱり今あの GAFA って言って Google、Apple、Facebook と Amazon がまあ一番多分地球のその金融資本と、まあ権力を集約しているあのまあ巨大組織になってしまって、であのまあそれ自体も結構危ない問題、今やっぱり政府より彼らの方が大きなパワーを持っていて、でまあイメージもあのすごく良くて、あのねみんなのコミュニケーションとかみんなの今のあの分散型な活動を可能にしてくれていたり、なんていうかすごく欠かせないサービスをタダで提供しているみたいなイメージが強いんだけど、あの最近やっぱりそこにいろんな問題が、あのまあブレグジットとかトランプが当選した中で、実は結構そのフェイスブックがすごくその役割、まあその状況を可能にしたっていうこと、その今の民主主義の仕組みと Facebook のコミュニケーションの仕組みが実はなんか合わない、でお金があってその Facebook のデータが買える人たちが結構その人口操作情報操作できるから、それゆえになんかいろんな新たな、なんか今まで社会があまり見たことのない課題がどんどん出てきているっていうところから、あ実は Google も同じモデルで利益を作ってるよねっていうことで、裁判とかヨーロッパとアメリカの議会に呼ばれてるんだけど、ハーバードビジネススクールのショシャナ・ズボッフさんが監視資本主義っていう本を出していて、で実はこのうちらにただのサービスを提供している感じに見えるんだけど、実は彼らはうちらのデータをただでいっぱい集めてるんだよね。だから今の時代の一番金銭的に高価なものはうちらの行動パターンのデータなんだよね。でそれをただでどんどん集めている
なんかみんながどのタイミングで何にクリックするかとか、どういう情報を得るとどういう行動を取るのかっていうのを、もう膨大な情報を今集めていて、でそれを売ってものすごい収益を得ていて、でなんかまあ一つのレイヤーではそれはまあなんていうのかな、もちろんね、商品を売るために商品をうちらに提供しているから、まあ今の資本主義の中では当たり前の行動なんだけど、ポイントとしてはうちらの行動を予測できるだけじゃなくて、今うちらの行動を影響することがよりなんていうの、精密にできるようになってきているのね、その AI とかマシンラーニングを通して。だからうちらが実は自分でやってると思っていることが、実はなんか操作されて、なんかこのクリックは本当に自分が選んでやってるのか、いろいろなんか誘導されてやってるのか、その見極めもできない。でもちろん今までもその広告と代理店とかそういうことをなんか意図したり、まあ、政府とか軍隊とかいろんな会社がそれをやってきたんだけど、それをもう完全に一人一人のデータを集めてやってるから、すごくやっぱりなんていうのか、その、パワーの影響力の差が全然違うんだよね今は。でそれがやっぱりなんかものすごいスピードでどんどんそのより効果的にできるようになっていくっていう、AI とかのパワーで起きている時代だから、それも結構意識しないと本当になんかもうマトリックスの中にいるっていうか、なんかそもそもうちらがなんか自分の意思でやってるっていうことがだんだん減っていっていくかもしれない。でそうするとなんかもうそもそも民主主義もあまり意味がないっていうか、コンセプトとして。だからまあ僕もあんまり これを そこまでしっかり深く理解できてる感じではないし、日本語でうまく説明できる状態ではまだないんだけど、でもぜひそれについてもなんかみんなにも関心を持ってもらえたらなって思ってる。でこれがまあどっちかっていうとそのシステムの話だよね。だからうちらが生きている中のそのいろんな仕組み、情報の仕組み、政治の仕組み、経済の仕組みっていうその仕組みの大切さで、この Reimagining Activism の話は結構その仕組みの話をするんだよね。だからやっぱり法案とか政策とかそういう仕組みがあるとうちらの行動がすごく影響されていくから、だから、まあ、よく僕の周りでパームカルチャーとかやってる人たちはもうとりあえず社会から抜けて自分でなんか本当に自分の価値観を生きるっていう人たちが多いんだけど、でもやっぱり仕組みから抜け出すってすごく難しいんだよね。抜け出せる気持ちになっても結局、ね、経済とか政治から完全に抜け出すことはできないから、やっぱり影響されてしまうし、その上大多数の人は抜け出せないんだよね。だからやっぱりより多くの人たちが幸せで健全な生活ができるためにやっぱり仕組みを変えていく必要があって、だからやっぱり政治とか経済とかは大切、教育もそうだ。で最後になんかシェアしたいのがその生活っていう部分で、やっぱり一番自分が影響力を持ってるのは多分自分の意識と生活だと思うんだけど、やっぱりその自分の生活が自分の意識を影響するし、自分の生活が身の回りの人を影響するし、それが結果的に社会の構造にも働きかけるから、全部つながってるよね、意識と生活と社会の仕組みで。僕が、まあ、パーマカルチャーをなんかに関心を持って日本で広めてきている理由の一つは、やっぱりパーマカルチャーって生活が焦点なんだよね。で自分の生活が自分を養ったり、自分の生活がよりなんていうのかな、その金銭的に豊かなんじゃなくて、なんか本当にその全体的に豊か、自然とのつながり、人とのつながり、自分とのつながり、
なんか太陽とのつながり、雨とのつながり、食べ物とのつながり、そういう中で体と心が養われていくと自然に違う意識に変わっていく。で自然に余裕も出てくる。だからそのお金がないとっていうところから、まあお金があったらいいけど別になくても生活楽しくできるし、なんか実はなんかすごく豊かになってきたっていう、そういう実感を感じられることに僕はすごいパワーを感じるのね。で、レジリアンスっていう意味でも、例えばグローバル経済の中で生きていく中で、やっぱり本当にいつそれが不安定になるかわかんない。でリーマンショックもあったし、ね、日本でもバブルが弾けたし、やっぱりこの大きな経済ってバブルで回っている部分があるから、いつ弾けるかわかんない。で弾けたらいきなりみんなのなんていうのか、収入源がなくなっちゃったり、そのね、収入源が存在価値だったら急に存在価値も失ってしまって、自殺率が上がったり鬱が増えたり、そのやっぱりお金のために働いてると、その生きる技術をなかなか身につける時間がないから、その生活ができなくなってしまう。だから僕の中ではそのレジリエンス、その個人と社会のレジリエンスとしても、やっぱりその土地と近所の人と、やっぱりちゃんとそのお金だけじゃなくて他の資本、他の資源でちゃんと生活が豊かにできるように、なんか学び直すっていうことがすごく大切だと思うんだよね。特にこうやって不安定になってきてる時代にとっては、そのじゃあどこで安定を作るかっていうと、僕は自分の意識とその生活の中で安定を作っておけば、いろいろね、災害が起きた時でも、経済が崩れた時でも、政治がめちゃくちゃになっても、とりあえずは自分の心と身の回りは一種の安定を体現できる。だからまあとりあえず僕の中では結構この意識と生活とシステムっていう3つの要素を結構それをベースにしながら活動して、自分の実践をいろいろ実験している。なのでちょっとだけそれを自分の最新の考え方をシェアしたかった。はい、じゃあどうしようかな。そこから内容に飛び込む前に、ここまで多分なんかいろいろ情報があったから、ちょっとなんか消化する時間を取ってから文章に入りたいと思うので、もう一度3人グループぐらいに入って、ちょっと今自分の中でどういうものがあるのかっていうのをシェアしてもらおうかな、うん、でもう一回繰り返して言うと、僕の中のモデルが今その意識と生活とシステムで、それらが、まあ、全部密接につながり合って影響し合ってるんだけど、なんかそうやってなんかなんとなく捉えると結構役に立つんじゃないかなと思っていて、でまあその意識の部分は結構僕はマインドフルネスとか非暴力コミュニケーション、非暴力っていうところで学んできているものが多くて、で生活は、まあ、パーマカルチャー、その生態系とつながったり、その自分がじゃあそもそもどういう暮らしをしたいのかっていうのをとつながったりで、そのシステムとか社会、より大きな仕組みに働きかけるっていうのも、まあ、非暴力とか今までやってきた社会変革をベースにいろいろ考えてきていること。はい、なのでまあいろんな問いとか響いてること響かないことはあると思うので、ちょっとだけまたみんなでシェアリングの時間を取りたいと思います。また6分ぐらいでやろうか。